G-by3FX 始まります。 G-by3 の太郎です。 G-by3 のプレイブです。はい、今日は G-by3 モデル55のマキさんをゲストにお迎えしてます。いらっしゃいませご紹介をお願いしてもいいですか。はい、はい、ゴーゴーボーイをやらせてもらってますマキです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マキさんはね G-by3 モデルとしても活躍されてるんですよね。そう、結構キャリア的には長い方だよねちょっとね間は空いたんだ。うん、そうそうそう。マキちゃん今いくつ言って大丈夫37。あ、一緒だった。タマさんと同い年。そうそうそう。出身は？出身は埼玉です。埼玉、はい、埼玉のどこそれは言えないの言うと絶対いじられるんだけど、うん、入間なんでいじるの？あの某ねマツコさんのテレビ番組で、うん、あー、イルマニティだったっけ。イルマニア、イルマニアまあもう言うてももう東京って感じだよね、うん、そしたらずっと結構茶畑多いけどそしたらマキさんは普段ゴーゴーボーイとか G-by3 モデルとして活躍されてると思うんですけど、普段どんなお仕事されてるんですか？普段は西新宿で OL なんかごめんなさい勝手なあれなんだけど、夜のイメージしか全然なくて、うん、夜だけじゃなくて昼間をベースに、うん、生きてますそうそうちょっと自分の中で調べて、はい、うん、もちろん夜が嫌とかそういうのももちろんないんだけど、うん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 、そしたらセクシャリティはちなみに、はい、ゲイですあの、わかりますこの下り何回目かなんで、あのもう G-by3 フリックスの定番みたいになっている。いや、でもね、定番なんだけど、うん、他の人と比べるとよりわかります。まあまあ結構薄れたような気がするいやいやいや、それはね、なんかちなみにさ、その自分がそのゲイかもとかその男性が好きかもみたいなの自覚というかさ、そういうのっていつぐらい？はい、一番最初好きになったのは中2の時の同級生。それは男の子？男の子、双子の子だったんだけど、自分のクラスにいたかっこいい方と可愛い方の可愛い方が好きになっちゃう。へえ、中学校。え、そしたらさ、その女の子と付き合いするとかそういった話は なくて、もういきなりもう男の子だったの？そう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 。そうなんだ。まあ、好きな女の子とかはいたんだけど、中2ぐらいからあ、この子可愛いってなっちゃって。あでもまあ普通の思春期だよね、うん、中学校ぐらいから、まあ、その男女あるにせよ、うんうん。まあ、マキさん普段平日もお仕事されて、まあ、モデルとかいろいろやられてると思うんですけど、まあ、将来の夢みたいなところなんかありますか？英語喋れたらいいなっていうのがあって、海外旅行で何々と喋れるようなぐらいのレベルに。ちなみにあのタロさんは英語喋れるじゃないですか、結構ペラペラ。そう、日常会話とか、うんうん、それこそ今さっきマキちゃんが言ったみたいな感じで、海外旅行行って困らないレベルでは喋れるんだよね。英語勉強したいだったらね、うん、もう出るのが一番。日本からそうこのご時世みたいなんだけど、そう、まあ、確かにそう。もう本当それがね手っ取り早い、うん、自分ももうね全く喋れない状態から出たもん、うん、ああそうなんだ。そうそうそう、もうとりあえずお金だけ貯めて、うん、もう行っちゃえみたいな、うんうん、おすすめします考えます。あと夢としては体を大きくしたい。おー、でもさ、なんかこのコロナ禍で、うん、あれマキ体が良くなってないってめちゃくちゃ綺麗になりました、うん、なんかその筋肉のラインが。そうそうそう、いや前が悪かったっていうわけではないんだけど、うん、なんかより出るとこは出て、縛るとこ縛ってみたいな、うん、インスタとかツイッターとか見てたら、うん、そう思ったんだけど、なんかあったの？暇だったんだ夜のねお仕事とか、うん、ああ休業にね、で、うん、昼間だけで、え、週末何しようっていう話になってから暇すぎちゃって、はい、あ、じゃあなんか形になるものやろうと思って走ったり筋トレしたりとか、うんうん、そういうのをして
もうね、なんか自分の中ではね、もうその夢は叶ってんじゃないかなとか勝手に思ってんだけど。あ、違うの？鍛えてる人、うん、あるあるだと思うんですけど、うん、ああ状況に満足できない、あもうちょっとここ大きくしたいとか、はい、なんかそういうのがあって、フィジーカーまでじゃないけど背中の方を大きくしたいとか、うん、肩丸くしたいとか、なんかそういうのをやっぱり海外のインスタグラマーと見ると、あそうだね、すごい。そんなことないです。いや全然ね、うん、むしろあの年々良くなっていく、はあ、だってもう同い年の子たち見てみんよ。ね、あるいない、ストレートの人とか、ね、そう、うん、全然もう四十手前でこんな綺麗な体はなかなか維持できないよ。確かに。でもまあやっぱり終わりは見えない、ね、見えない、見えない、満足できないよね、まあ、自分もそうなんだけどさ、じゃあその夢に向かってぜひぜひあのより良くなってください。はい。そしたらディバイスリフリックスを見てる人は、まあ、普段マキさんお仕事されてると思うんですけど、どこに行ったらマキさんに会えるんですか？ゴーゴーボーイをやらせてもらってるので、うん、週末2丁目のクラブだったりとか、はい、地方のイベントができるようになってきたんで、うん、地方に行ったりとか、うん、そうだね、マキちゃん結構地方で活躍されてるイメージが。ありがたい、うんうん、であとはいつもだいたい週末イベントとかがなければ、うん、マロヒゲっていう2丁目の飲み屋さんで、ね、もう2丁目を代表するお店の一つですよね。そう、うん、みんな多分個性が何回も飲みに行ったことあるんだけど、めちゃくちゃ面白いお店だよ。とりわけ4人すごい面白い、マキちゃん含め4人がね、面白い方がいて、はい、リーダーのバビーさんを一頭にセクシーと京子さんがいるので、それってマキちゃんお店とか GOGO のやつっていうのはどこかでスケジュール発表してたりする？だいたいツイッターかインスタグラム、まあ、ストーリーも含めて一応宣伝はしてます。この YouTube にもマキちゃんのツイッター、インスタ載せてますので、はい、スケジュール確認してもらって、もう本当に普通に気軽に、はい、行けるよね、マロヒゲとかだったら。クラブもそうだし、全然気軽に行けるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。マキちゃんの、まあ、最近ハマってることとか、まあ、好きなことを教えてもらってもいいですか？最近ハマってるのはやっぱ、うん、その筋トレ以外とかだと YouTube なり、はい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 、ディズニープラスなり、あサブスク系ね。そういうのでアニメとかドラマ見たり、うん、映画見たりっていうのをよく見てますね。あ、うん、ついつい見ちゃいますよね、うん、なんかお気に入りの番組とかあるんですか？アニメとか。お気に入り、ベタにね、ベタに、うん、でもこれはブレイブさんも同意できる話じゃない？そうなんです、鬼滅めっちゃ好きで、うん、もう本当に映画も見に行ったし、あ映像綺麗すぎ、綺麗すぎますよね、うん、力入れすぎと映画見て、うん、この間の無限列車の、はい、アニメ見てから優香が始まった、始まりましたね。主題歌も、うん、あー、うん、竹田しごめん、正直ね一回も見たことなかった。それじゃないから。あとは、まあ、今ディズニープラスでやってるとこだと、うん、マーベルシリーズ、うーん、あーすごい流行ってるって、みんななんか映画とかも、うんうん、見に行ってるっていう話はよく聞きます、うんうん、今度スパイダーマンやってる、あそうね、ディズニー自体も大好きなんでめっちゃ見てた。それこそコロナ禍とか、そうだね、うん、もう筋トレと動画を見るみたいな、すごいね。すごい生活してる。いや充実してますね。他に何か見てた動画とかってある？あと去年、うん、YouTube で公開されてて、うん、今もう見れなくなっちゃったんだけど、うん、はいはい、ハローストレンジャーっていうフィリピンの BL ドラマ、うん、に本当激ハマりして、全8話で1話が20分ぐらい、うん、あ結構じゃあ見やすいね、うん、見やすいね、うん、でそれを週に 3,4 周してた。えそれは何、お気に入りの俳優さんとかいるってこと？主役の2人がいて、うん、どっちもなんかタイプは違うんだけど、うん、綺麗なんだけど、うんうん、片方の方がすごいかっこいいってそれに激ハマりしちゃって、そうここの。ちなみに名前は？
トニーラブルスカ、トニーラブルスカさん、さっき言われてちょっと確認したんだけど、うん、普通にイケメンだった、うんうんね、一時期その時に、うん、SNS 界隈でもちょっとサバイバル、はい、でそこまで自分なんかそのティザームービーみたいなのを、うん、ちゃんと注視してなかった、うんうんうん、で某ゲーム配信をしている YouTuber の人がおすすめで、うん、でから見よっかな暇だからってなって見たら激ハマりしちゃった、なんか浅黒いし綺麗な顔で、多分体もマッチョだよね、マキマキ東南アジアの BL って今流行ってるやん、あのタイとか、そのドラマは何語なんですか、タガログと英語をミックス、その感じでやってて、はい、さっきの英語を学びたいっていうのは分かった、自分分かった、そこがね、結びついてしまった、そうそう、さっきはちょっと綺麗な感じで言ってたけど、違うな、イケメンと喋りたいんだな大事です、そう、イケメンの言ってることをちょっと理解したいっていう、他人をあのでもね、そういうね、あの、うん、不純な動機って結構強いモチベーションになるから、うんうんうん、なりますよね、続けていけるんじゃないかな、ね、そう、じゃあちょっと自分もその俳優含めチェックしてみようかな、うんね、ぜひぜひ、あでも今はもう配給会社に変わっちゃって見れないんで、うん、あどっかのサブスクで出してくれることを期待してます、うん、よろしくお願いします。好きなものたくさん聞いたんですけども、逆に嫌いなものとかってどんなことがありますか嫌いなもの、まあ、苦手なこととか、苦手なね、高いところがすごい嫌いで、はい、高所ね、足がほんとすくんじゃってしょうがない、うん、そんな行くことあるイベントで行かせてもらったりとかして、はい、あイベント終わりにね、そう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 、やっぱりそこの名所で ここに行っとこうとかあって、そういうのが高いとこだったら、はい、なんか自分も見たいけど、うん、他の人たちに嫌とも言えないし、うん、勇気を振り絞って足がほんとすくんでやって腰がこう引き熊本城とかもやばい、熊本城の登ったってこと、登ったって、あのちょっと崩れる前なので、本当にもう怖くて、あの欄干、はい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 、そのとこに行くのが大変だった、ちょっとこの結構はでもなんかゴーゴーボーイでそのダンスしてる時とか結構高いところとかないですか、あのぐらいならだったら大丈夫、ああそうね、うん、やっぱ10メートル以上とか、なんか、はい、もう下が見えないみたいなレベル、もうね、怖い、3回4回ぐらいの、あまあもうそこでも怖いんだ、うん、下見ちゃうと、ああなるほどね下見ちゃわないようにだから本当にこう上見きながら動くみたいな、はいはい、遠目で、うん、まあみんな良かれと思ってね、うん、連れてってくれるからね、ちょっとそこは、うん、あの まきちゃん結構ちゃんと気を使える人だから、はい、楽しみたいっていうのもあるね、うん、他なんかありますか、絶叫系アトラクション、まあ、それもある意味高所のやつが多いよね、うん、足が浮くタイプのアトラクションって最近よく出てる、 ありますね、うん、あれ信じられない、あのね、それはわかる、うん、自分も好きじゃない、うーん、好き、好きかも、USJ、あのダイナソー、そうダイナソーとか、わかる、あれ泣いたもん止まったりとかした日には多分気失うなと思って、へえ、いや自分も好きじゃない、ディズニーとかは、ディズニー結構絶叫系多いじゃないですか、ディズニーシーとかね、暗いプラス絶叫がすごく嫌で、あれじゃない、なんかこうタワーのやつ、タワーボテラー乗りませんもう怖いって分かってる、あれ暗いプラス高いだから、怖いよね、うん、あだからセンターオブジャースとか、うん、スプラッシュマウンテンも、はい、その行くまでの動向が暗くて明るいところ一気に落ちるみたいな、はい、じゃあディズニーランド行っていつも何乗せるのもうちょっとあれメリーゴーランドとか、ま、回るっていろいろとかは、まあ、乗るけど、うん、そうだね、何してるのでもキャラクターに会いに行ったりとか、あそうだ、ね、雰囲気をね楽しむ感じかな、うんうん、
意外。人が苦手。意外。強いマキのイメージだからさ、そういうの全然大丈夫ですみたいな勝手に思ってた、うん、乗る前とか待ってる間本当にドクドクドク明らかテンション下がる。実はマキちゃんマロヒデで働いてるということなんですけど、はい、まあ多分お酒飲んだりとかご飯食べるとかってだいぶ好きだと思うんだけど、うん、おすすめの、まあ、ご飯屋さんとか好きな食べ物が、うん、まあよく行くデーバーみたいなのがあったら教えてもらっていいですか、うん、よく食べたいなと思うのは、うん、サムギョプサル。あー韓国ね、肉も食べれるし、うん、野菜も一緒に巻いて食べれるし、はい、キムチやっぱり食べてるサムギョプサルはそうお店で食べて、キムチは結構家で毎食じゃないけど、うん、1日に1回ぐらい食べてる。甘い系、日本のやつって結構甘いキムチ多いけど、はい、ちょっとピリ辛ぐらいの、うんうん、激辛はさすがに無理だけど自分結構激辛料理が好きで、うんうん、なんかたまに新大久保スーパーで行くんですよ。あーあーそこってスーパーにその手作りキムチみたいなのがめちゃくちゃ売ってて、行ったことありますか？ノーノー。行ってみて、行ってみて、ただテンション上がる。激辛なんでしょ？あでもそんなに辛くはなくて、もう本場って感じ。本当韓国で食べるキムチが売ってるみたいな。そう、白菜だけじゃなくて、ね、いろんなキムチが、ネギとかさ、ニラとかさ、美味しそう。めっちゃおすすめです。行きたい。絶対行こうかな。うん、韓国スーパーいいよね。おすすめ。あとは、まあ、お酒を飲むのが好きっていうのもあって、はい、月に 1,2 回行くのが3丁目にある、うん、カンバさんっていう、あご飯屋さん、ね、ご飯屋さん、はい、行って、もちろんご飯も美味しいんだけど、いろいろね、頭のおかしい頭のおかしいお酒を提供してるお店で、はい、まあ、結構自分もストーリーとかあげたりとかしてるんだけど、うん、野菜割りっていうやつで、え、野菜割り、野菜はそば入ってたりとか、なんかその時々の旬の野菜使ったりとかして、うん、それはなんかビュで作ったりとか、スムージー的なやつ、うん、焼酎半分、そばとかを半分ほぼ割ってないでもそれで飲み物なのか食べ物なのか、そうそうそう食べるほらお味噌汁じゃないけど食べるお酒ただすごい強い、ほぼ割ってないんで。ちなみに味は美味しい、うん、お酒好きな方だったら、そば割り、うん、あったかいだしと割ってるのとか、あーそれめちゃくちゃ美味しそう、うん、ただすごい熱感感覚で酔う、うん、っていうのをよく飲んでる。カンバさんってそのご飯がめちゃくちゃ美味しいから、美味しい、うん、間違いないですよ、うん、そういうのもぜひぜひおすすめ、うん、ね、皆さん検索して行ってみてください、はい、あとは2丁目で行くとしたら、うん、3G とか、3G さんとか、ね、あとはブロークさん、デバッグさんとかはよく行くかな。結構一人でも飲みに行かれるんですか？週末働いてると、うん、なんかプライベートに飲みに行くっていうのがなくて、はい、終わった後に行くとかになっちゃうんで、なんかシラフの状態から一人で行くっていうのはあまり何をしたらいいか分かんなくて、その早い時間に行った時に絶対嘘って言われるけど、自分人見知りが嘘、本当本当嘘、本当に嘘だ、これはね本当に、え、動画上のマッキーじゃない、違う、お店もね、十、うん、何年働いてるしなんだけど、最初の人と喋れるのが初対面、そう、うん、結構苦手というか、ちょっとお酒の力借りないと喋れなかったりとか、仕事だからやるぞってなるものもあるので、うん、完全プライベートってなるとちょっと挙動不審かでもね、それはね、我々も分かるの。なんか、よく他のモデルの子たちとかに聞くんだよね。初めて会った時どうでしたかみたいな。うん、2人ともだいぶ塩対応でした。絶対言われる。そう、うんうん。初めての人にはちょっと塩対応気味。意地悪とか嫌いとかではなくて、うんうん、ちょっとした、まあ、人見知りが、顔を出しちゃう、うん、ね。本当にそれ。なので、嫌いっていうわけじゃないですっていうのは言いたい。何か、まあ、来たけど多分、初めましての時にそういう態度を取った時には、嫌いっていうわけではなくて、ちょっと人見知ってるんだなってさ思っていただければご容赦ください。よろしくお願いします。OK。
今日はマキにゲストとして来ていただいたんですけれども、はい、この後の動画にも出ていただけるということなので、はい、皆さん次の動画もお楽しみにしていただければと思います。では皆さんまたねー、バイバーイ。